アイハラシノは日本の政治家。衆議院議員を一期務めた。タンザニア連合共和国ダルエスサラーム州、ダルエスサラームで生まれる。父親は外務省勤務。母方の祖母は慶応義塾大学発の女子学生である川津富子。2歳半までタンザニア、2歳半から4歳まで香港、4歳から6歳までスリランカ。 9歳から11歳まで、アメリカ合衆国で過ごす。千代田区立麹町小学校、お茶の水女子大学附属中学校、お茶の水女子大学附属高等学校、慶応義塾大学総合政策学部卒業。印刷、不動産会社の経営に携わり、飲食業会社を起業。小沢一郎政治塾第一期生。2009年8月30日の、 第45回衆議院議員総選挙に、比例南関東ブロックから民主党公認で出馬する。単独39位で当選。この際には、小沢ガールズと呼ばれた。2011年2月17日には、民主党が選挙で掲げたマニフェストを守ることを目的とした、民主党政権交代に責任を持つ会に入会した。 2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で、離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一決闘に参加した。11月28日、日本未来の党結成に伴い参加。同年12月16日の 第46回衆議院議員総選挙には、千葉5区から出馬するも民主党や、民主党離党者への逆風は強く、落選。協託金募集。ありがとうございます。